まあ、大阪に来ているんですけれども、大きに SDBC という野球チームのユニフォームを作っていただける会社さんが見つかりまして、おー、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで一枚一枚色々です。え、すごくないですか？え、大丈夫ですか？やべえ！大吉！リボン！我々なぜか3名だけ今大阪に来ているんですけれども、大きに3ヶ月ほど前からですね、はい、STBC という野球チームを運営しているんですけれども、はい、いらっしゃい。完璧に捉えた打球は左中間奥まで飛んでいきます。2、3塁チャンスでバッターはセーフ。この打球、ジャストミサ、強い打球はレフトへ。その野球チームのユニフォームを作っていただける会社さんが見つかりまして、おー、この会社さんがイユジンさんというんですけど、おー、はい、ユニフォームの会社さんですね。ユニフォームとか、はい、まあ、野球のウェアとかですね、今となっては結構有名な会社さんなんですけど、はい、なんとですね、今回工場とか会社にも突撃取材させていただけるという、はい、おお、すごい、最高だね。で、かつ僕らの大会用のユニフォームを、はい、もうここで打ち合わせして決めていただけると。やった、ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいよ。新ユニってことですか？いや、そういうことです。おお、はい、では見られないような動画が見られるなということで、はい、メインチャンネルでやっていこうと思います。メインよということで、早速、はい、友人さんに突撃したいと思います。ありがとうございました。早速こんな感じでね、はい、アットホームな、はい、そうですね、会社でございます。早速このサンプルさんたちがユニフォームプラスなんかこういうなんか、ね、ウィンドブレーカー的なのがあるのでね、パーカーみたいな、ね、帽子もね、もうありました。くさ、すげえ緑赤だ。パープルみたいアンダーアーマーみたいな、アンダーシャツっぽい生地、うん、違う違う違う、もうあ、伸縮性ある感じ。そうそうそう、ほんとだ、すげえ。チームのこんなの作れるってこと。すごっ、うかつ、ほらほら、チームのフェニックス、かっこよ、すごい、すげえ。いや、おしゃんすぎでしょ。いや、マジおしゃん、やばい、色やばくね、やばい、やばい、最高。お、普通にこのジャケット的なウィンドブレーカーみたいな、シャカシャカ私服で着れるやんね、余裕で。こちらにはね、あの黒の有名なクーニンズさん、おおさ、最初言い忘れたんですけど、はい、こちら AD 差し紹介してもらったのも、クーニーさんの、あー、なるほど、優しさということで、いや、クーニーさん、お世話になっております。3年前ぐらいにクーニーさんちょっと絡みがありまして、はい、動画出てたもんね。そうです、うん、で、クーニーさんが相談したところ AD さん素晴らしいということで、わあ、生地がすごい、こんな生地なんだって感じ。触ってみ、触ってみ、ちょっとシルキードライみたいな、本当だ。さっきあの社長さんに聞いたんですけど、はい、イージンさんはこのデザイン自信ありということで、デザインいろんなね、こういうおしゃれなデザインがありますので、はいはい、こんなんあんまね、見ない。まあ、さっき俺ちょっとユニフォーム作らせてもらったんですけど、はいはい、ガンガンいろんなアイデア出してもらって、うん、勝手にかっこよくなっていく。ほっといてかっこよくなる。ソックスもかっけえぞ。ソックスもかっこよさ。さあ、この SP とかいっぱい書いてあるね、これ。この亡者たち。もうすげえな。モサたちじゃない。モサたち、モサたちか。ゴリゴリのなんかあります。え、すごいですね。これいいね。ゴリゴリジャケット。緑、緑。着なさい。あ、いいですよ。あ、そういうこと。あ、すげえ。大丈夫、大丈夫。表。裏なさいではなくて。表がこっち。こんな感じで。まさかの。リバーシブル仕様、ちょっとこっちはシンプルなんでね、本当だ、シュクチックになってるわけだ、うん、一部塗って着回せますから、これ。いや、こちらはリストバンドですね、はい、リストバンドもあるの、リストバンドも多分デザインと色選べます。おお、ほんとリストバンネックも重いな、これネックも重い、めっちゃネックも重い、いろんな種類もある、ね、ということで、じゃあ、はい、この後は、ユニフォーム作成の映像と、はい、工場の見学させてもらった様子を見てください。どうぞ。でもこれで行くにはボタンの位置にポイントがジャンルであるから、はい、もし入れるんやったら、バカかっこよくなってきましたね。やばいっす、めっちゃ嬉しい。どうでしょう、ゴリゴリすぎる、ちょっとこれはもう、行きます。やっぱ、ね、やっぱ姉さん塗ってくださいよ。ありがとうございます。仕事新作だから。いや、マジすげえ。もうこんな
出来上がっちゃいました。大方もう多分ね、まだちょっとねあんま見えないと思いますけど、うん、これはもうまあこれは来てからの楽しみ、もう間違いなく楽しみでしょう。ちょっと第一人的な感じで写真でちょっと皆さんに見せておきます。全貌はね、はい、来てからの楽しみということで、はい、これ先にプリントするんですよ、生地の状態でプリントしてからレアすげえ。すっげえ。で、縫製するんです。え、どういうことですか。でしょ、シャツになってからプリントしてると思ってるでしょ。はいはい。違うんですよ。これ切っていくんですか。そう、反物の状態でプリントしてパーツパーツで。これどこの部分なんですか。これです、これ。こう。ああ、そういうことですか。これは従来からある、まずこうシャツができてから、はい、このラインを縫い付けてマークを加工するっていうタイプのもので。はい、今回ご提案させてもらってるのはあっちタイプ。あれがいわゆる消化ってやつ。そうです、そうです、そうです。あの方がいろいろアップしていけるの で、ね、もし自由度が無限だ。あんな感じで一枚一枚切るんです。すごくないですか。え、大丈夫ですか。こんなさらっといけるんですか。いや、プロなんで。すごやばいね。これが袖らしいです。これ袖、これ袖。お選びいただきたかったのが、こっちの生地か、こっちの生地か。こっちっすね。こっち、わかりました。どういう感じなの、質感的に。質感はね、うん、こっちはちょっと暖かそうみたいな。あ、そうなの。うん、こっちはすげえサラサラしてる。薄い、明らかに薄い。こっちはね、すごい伸縮性に重要視して作ってるんですよ。すごい伸びるんですよ。逆にこっちもまあ伸びるのは伸びるんですけど、ちょっと形状記憶の機能をつけたりしてるんで、こっちは着たらふにゃっとなるんですよ。ふにゃっと、こっちはビシッとなる。すごいとこに侵入してますね、今。だいぶレアで、これレアレアです。あ、これ昔ながらのこのマークですね。はいはい、こうする前のマークだけの状態、番号ですね。あ、こうやってですか。あ、もう切り抜かれてるんですか。レーザーでね。あ、レーザー、レーザー、そうそう、すごっ。今この友人さんの取締役の綺麗なお姉さんに来ていただきました。ありがとうございます。どれぐらいやっている感じでした。今25年、6年目になります。さっきさらっと聞いたんですけど、はい、実はあんま野球に詳しくないらしいです。あ、そうなの。めっちゃ詳しい。聖望って言っても、うん、はぁみたいな顔してて、うん、県大って言ったらなんやそれ。こちらが出たあれですよね、なんかそのデザインで勝負したいみたいな。そうですね、とか欲しいと思ったものを作れるような、発言にあった通りのこのさっき見せてもらったようなデザイン性、ユニ感がすごい。すごい。これ野球やってるチームの人とか、うん、まあ、少年野球とかシニアの監督とかなら分かると思うんですけど、うん、はい、どのユニフォームもなんかある程度似たり寄ってるというか、うん、まあそう、無難な方向いっちゃう、まあ、よく知られてるような大手メーカーのやつで、うん、あれはあるほど型が少ねえなって俺やってみて思ったんですよ。それに比べてこのユージンさんのこのレパートリーの多さは結構マジでヤバいなと思います。本当にすごい。それこそさっきあれですよね、ディズニーの話してて、はい、お互い盛り上がったんです。ディズニーに似てるというか、はい、デザインで楽しませたいみたいな。ああ、家庭ですよね、全部。そうですね、あの打ち合わせさせていただいてる間で、はい、出来上がるまでの今のストーリーで、はい、心がけてることは、そういうチームさん自体が、例えばどういうメンバーで構成されてるチームさんなのか、例えば会社 の同僚のチームさんとか、はいはい、幼なじみで作られるチームさんとか、いろいろチームさんによっていろいろ歴史、あるいはあるとか思うんですけど、そうなんも含めて、じゃあこういうのどうですかとか、出来上がりまでもいろいろ描きながら楽しんでいただけるようなやり取りっていうのは一番心がけてます。ただ作るだけじゃなくて刺激ですよね。さっきね、まあ一旦、うん、なんていう基本みたいな一通り作ってもらいましたけど、うん、なんだこれはね、そうなんや、見たことないユニフォームもの、の本当3、40分出来上がったんですよ。僕あんまアイディアがないと思う、なくて分かんないじゃないですか、もう同じような型しか見てないので、うん、だからいろんなユニフォームあるのインスタでしてたんで、うん、なんかいろいろアドバイスもらってやろうかなと思ったら、やりたいやつ言ってみたいな感じで、うん、あんまなくて、
ざっくりしすぎてる。あでもそれでももうどんどんなんか自分の希望に沿って完璧なものができる。いや一番やっぱいいなっていうのが関西なんで人柄ですよ。あこれ毎回言ってるのよ本当に。そうそうそう、いや本当にこれ東京のやつら大嫌いだ。デザインチームの社員さんたちが今もうパソコンやってるんですけど、うん、その僕が社長さんとデザインの打ち合わせしてる時に綺麗なお姉さんとか、うん、どんどんアイディアを投げてくる。そうすごい本当にだから仲がいいし、うん、余計遠慮とかがやっぱないと思う。東京に比べて関西もいい意味でだから本当に理想の企業だなって俺はリアルに感じました。こんな感じで、はい、友人さんに、僕らユニフォームをお願いいたしましたので、はい、こちらの完成を楽しみにということで、はい、そして、概要欄から友人さんのインスタグラム飛んでみてください。はい、STBC まだ見てないよって方は概要欄から僕たちの STBC 野球チームを見に来てください。お願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。